今日は携帯料金について考えたいと思います。 iPhone6 の 16GB を、まず電話かけ放題プラン2700円つきます。プラス、インターネット接続サービス料金が300円かかります。で、データ定額をじゃあ3ギガは使うよね。3ギガバイトのやつつけます。で、これが4200円、これですね。で、他はもういらない。これで毎月の支払いが、7776円。高い。で、うち嫁がいるから2人分なんだけど、いや7776円かける2人分だから2かける2年だから24ヶ月だから24すると2年間で37万3248円。これはね、高すぎでしょう。で、うちはね、もうアンドロイドに、今アンドロイドこれ使ってるけど、ちょっと仕事用でね借りてるだけなんだけど、もう iPhone、 これは Xperia を使ってるんだけど、そんなに使い勝手が悪くない。で、なんか Xperia 使ってみたけど、なんか使い方が最初なんか分かりにくいとか言う人いるんだけど、あのね、Android はちょっと iPhone と違うくて、 UI を自分でいろいろ作っていかなくちゃいけないのね。デフォルトの UI があまりにいけてない。ドコモとかソニーとかのデフォルトの UI が。で、僕はこの APEX ってやつを使ってるけど、これだったら全然もう普通にデザイン的にもね、すごい綺麗で使いやすい。サクサク使えるし。で、料金の話に戻るけど、IIJ のミオフォンっていうのがあったから、ここにしようかと思ってるのね。これがですね、税込みで2397円。で、これが2ギガ、1人分で、電話の基本料もう全て込みで2397円なわけ。税込みでね、税込みで2397円で、2397円かかっています。これも電話の基本料込みで、ただかけ放題とかではないけど、で2797円かける2人分なんで、うち夫婦なんで2人分で、ね、かけるの24ヶ月、2年間ね、11万5千円。約11万。さっきのが37万円。こっちが11万円。11万5千円。約26万円。26万円違うわけね。6万も違う iPhone を買う必要があるのかとね。別に iPad とかどうしてもね、Apple 製品使いたかったら iPhone とか iPad とかね、買えばいいし、実際あるしね。なんで、料金払わないで11万円で済む IIJ ミオフォンをおすすめします。で、量ね、データ量も変わらないから、変わらないじゃない、データ量もね、IIJ ミオフォンが、そうすごいニュースが今日飛び込んできてたんだけど、その IIJ のミオフォンが、料金を据え置きで高速通信量アップ、4ギガまで、2ギガ、4ギガ、7ギガまでいけるようになってるわけね。こんなんだったらもうこれでいいじゃんってね、ミオフォンで、 IIJ ミオでいいじゃんっていう話で、そういう話でね、
まあお金がある人は iPhone6 に機種変なり何にすればいいと思うけど、まあ普通の家庭だったらこう37万円と11万円2年間でね、2年間で26万円も差があるなら買わなくていいと思う。ただね、こういう IIJ ミオとかそういう MVNO を使うときは、まあ自分で携帯を用意しなくちゃいけないから、まあ、一番最初に3万円とかかかっちゃうけど、なんかよくね、最初に3万円かかっちゃうのとか、2つ買うから6万円かかるけど、それでも37万円の iPhone6 を2年間かかる料金よりもね安いじゃんって話じゃん。11万円に3万円の端末2つ合わせても17万円だからね、20万円安い。旅行行けちゃうよ、海外に。ねねねね、そういうわけでうちはもう iPhone6 買わないというお話でした。